ただいまより女性局全国女性議員政策研究会を開会いたします。それでは始まり、今回の主催者であります坂田恵美子女性局長、ご挨拶をお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。こうして全国から、自民党の女性議員の先生方、そして、各地から参加をいただきまして誠にありがとうございます。山田学院神戸東京大学の中村と申します。本日は当会にお招きいただき大変本当に恐縮しておりますし、もう3日ぐらい前から緊張が止まらない状態であります。ここで地域創生にかなりつながってくる学校法人、大学そのもの、国立大学も含めて、大学の学生たちが地域の創生に、地域の貢献に、協力をし合う方に対し、し合うことに対しての補助金がついてまいりましたり、で我々はこの時本当にやったって思いました。今までやってきたことがこれでいろいろ結ばれるとは思ってたんですけど、学校としてこれからの医療職に関してやはりこの地域音楽ケアを理解できる新しい医療職を育っていかないといけないという学長の強い意志のもと、それを実践する部署を作りまして、そこを担当しているという立場で今日お話をさせていただきます。大学 UR 大学生の協定が始まり、自治会を含めた定例会議、それから愛知県の地域音楽ケアモデルの委託等を受けまして、2015年には後ほどお話します保健室、それから学生の入居が始まっております。先生方が印象になられた一番日本の損失が大きいもんですから、ちょっと今日今からだし、実際にこの教室でやってる認知症教室のことをちょっとお時間をいただいてやろうと思います。よろしいですか、ね、最初はグーからいきますよ。せーの、1、2、3、4、切り替えます。5、6、1、8、切り替えます。1、2、3。では坂貝先生、よろしくお願いいたします。こうしなくていいですか。すごい熱気のある研修風景でね、私も大変勉強になっておりますし、やっぱり現場が最前線ですね。授かった命を迎えることが十分にあるとは言えない、そんなことで今保育の対策をねしましょうとか、あるいは育休取得を促進しましょうってことを言ってるけれども、それ以前の授かったところから迎え入れるまでのところをもう少し体系的に整えていくことを考えようではありませんか。こういったようなことをこの提言の2つ目の柱にさせていただいておりました。そして3つ目の柱が、実は先ほど来お話をしていた女性の健康の包括的支援に関する法律案であります。これは今国会も始まりましたからね、3度目になるので、3度目の正直でなんとか合格もらいたいなと思ってはいるんですけれどね、18条しかないこの法律なんですけどね、基本理念とか、それからポイント、概略を書いたものがこの1枚の紙に整理をさせていただいています。諸外国の状況を見ますとね、過去30年以上前からこの法的基盤を整えて、そして、分野横断的にですね取り組みをして、そして情報収集提供し、検診機会も提供し、そして科学的にね女性が自己実現をするための環境整備をしてきてるんですね。日本にはその基盤がなかった、それを今回この法律を作ることによって整えようということがそもそもの趣旨でありますので、こうして党本部に来ていただいてですね、まさしく我が党のですね、政策を身をもって感じていただいたり、またこの法府の中で、議論をしたことが我が国の政策につながっていくんだっていう、日本の裁判所っていうところは個人の人権は守りますけれども、国家の名誉は守らないですからね、そういうとこじゃないんですね。個人の人権を守るのが裁判所の役割で、国家の名誉を守ることができるのはやっぱり政治の世界なんですね。客観的な事実って何かっていうことをしっかりとですね学ぶ、そして
については嘘だっていうことをですね、しっかりと言うっていうことを私は恐れずですねやっていく必要があるというふうに思っております。ただいまより女性局全国女性議員政策研究会懇親会を開会いたします。はい、お願いします。すいません、行きます。見てください。はい、撮ります。はい。はい、撮ります。はい。本当今日は貴重な研修の機会をいただいてありがとうございました。介護とか看護とかなかなか日頃思っていながらも気づけなかった点を気づかせていただいて本当にためになる研修をさせていただきました。これから女性活躍ということが謳われていく中でやはり女性だけではなくて男性にも広く理解をいただくことが大切だなということを改めて感じた勉強会でありました。今日はねすごく勉強になりました。まず女性の健康でね、女性はやっぱり躍進って言うけれども女性の飛躍は健康がある大事だと思いました。で今日の研修初めて受けさせていただいてるんですけれども本当に今の現状がよく分かって勉強になりました。やはり女性が活躍しないとダメなので先生ファイト。